この宇宙食ですね、いろいろこの開発してですね、それが、まあ、地上ではですね、非常食として使われるようになったこと。それからね、インスタントラーメンなんかはですね、もともと、これは、宇宙食として開発したもんじゃないんですけど、非常に宇宙食にすぐ使えるということで、まあ、宇宙食になってますね。はい。はい。これいろいろインスタントラーメンがこう出てますね。はい。これは地上で作ったラーメンを宇宙に持ってって宇宙食としているものです。それからですね、この宇宙食、みんなでこれ一緒にね、食事するんですが、その宇宙食をみんなで一緒に食べるということが、仲間意識を生むということで、非常に食事が大切なことになっております。これはですね、宇宙食に使われているオニシの、まああのね、あの白いご飯ですね。はい。これアルファ米なんですよね。まあ、非常食に使われてます。で、どんなものかと言いますと、はい、どんなものかちょっと入れてみましょうか。はい。ね。こんな。そうですね。そんなにいっぱいやんなくてもいいよね。はい。はい。こんなもんですね。はい。乾燥してます。じゃ、これにちょっと、じゃあお湯を入れて。はい。じゃあこれ今ちょうどお湯を入れた状態ですね。はい。宇宙食とは何かね、宇宙食は主に宇宙船の中で宇宙飛行士が食べる食物のことを言います。で、長期保存が可能だ。1年半以上ですね。それからできるだけ軽量である。が強い臭気を伴わない。ね、これ有害ガスが発生しないというかね。それから飛散しない。これ飛び散ってですね、精密機器の故障の原因になりますので。だから塩とかそういうものは水を入れてですね、塩水にしてますね。はい。それから栄養価が優れている。それから温度変化や衝撃に耐える。特別な調理器具を必要としない。安全であること。で、これ食中毒にならないことっていうことですね。この食品安全管理のための HACCP っていうやつはですね、いろいろ今使われてますが、アポロ計画の時に NASA が考えたものです。で、例えばこの HACCP ね、これ例えばこういうとこでは、ネットから見つけてきたんですけどね、関東の厚生局ですね、厚生省、そこで安全な食品を作るための取り組み、宇宙食から始まった HACCP を学ぼうということでやってます。で、HACCP の歴史というのが書いてありまして、1960年代にアメリカの宇宙開発アポロ計画で、宇宙には医者がいない、宇宙飛行士の食品は100%の安全が必要だということで、この HACCP っていうのを作ったということですね。で、HACCP とはね、一応ハザード、危害、ね、アナリシス、分析、クリティカル、ね、重要、コントロール、管理、P がポイント、ね、場所、これの頭文字を取ったものを言っております。それで、これらを満たす食物ですね。これはお湯、水で戻して食べるやつですね。これはフリーズドライ製法ですね。まあ、凍らして、水を飛ばす方法ですね。それから、凍らして真空にしてですね、水を、水分を飛ばす方法です。それからスプレードライって言ってね、まあ、水を、水分を飛ばす方法です。で、これを戻す時の温度ですね、まあ、80度ぐらいで戻してます。はい。これは宇宙飛行士が火傷しないということで、100度までは上げてません。で、そのまま食べる形の、ね、自然形態の食品、半乾燥食品が調味料ですね。これ、塩と胡椒はもう液体にしてます。飛び散らないね。それからレトルトの食品や缶詰などの温度安定化食品ですね。これは専用のオーブンはですね、電熱線を張った鉄板で挟んで、レトルト食品を温めてます。それから、
生鮮食品、新鮮な果物、生野菜、パン、トルティーヤ等ですね。から賞味期限を長くするために放射線照射で、殺菌処理した食物ですね。あのビーフステーキなんかですね。それからこれではあの電子レンジは使われていないんです。これは電磁波の影響でとか、それからアルミ包装をあのしてしまうとね、使えないということで電子レンジね。ということで、それからあの各国で独自に宇宙食を開発しています。ロシアは缶詰が多いですね。日本ではあの宇宙日本食です。これを開発しています。まあ、あの白いご飯とかね、カレーとかラーメンとか、サバの味噌煮とかね、あの、うん、野菜飲料ゼリーとかお茶なんかですね。で、昔は一口サイズの、固形食や練り歯磨きのチューブに似た容器の先にストロー状のパイプをつけたものを、まあ、使ってました。で、お湯が使えるようになったのはアポロカですね。あ、それから一例として、あの宇宙日本食としてにあの認証されたものがこんなものがあります。で、例えば、あのね、この大西食品のね、あの、まあ、白いご飯ですね。これなんかは認証されてますね。まあ、あの同じとこであの白いのと、それはお赤飯、ね、山菜おこわとかね、あのおにぎりとかいろいろありますね。あとカゴメではトマトケチャップとかね、野菜ソースとか、こういうずっと、ね、たくさんのこういうものがね、認証されてますね。こうずっと宇宙食として、認証されてます。で、それぞれはね、こういうあのまあいろいろあのね、あのパックに入って、それであのまああのいろいろあの開けたり、まああの飲料のやつは、まあ、ストローみたいなもので飲んだりして、それで各パックにはですね、あの飛んでいかないようにあの、まあ、ベルクロですね、マジックテープがくっついてますね。はい、先ほどのですね、あの、はい、この大西食品のご飯ですね、はい、これあのお湯入れてあのなんですか、元に戻すと、まあ、こんなものになりまして、普通にご飯として食べられますということですね。ね、普通に食べられます。